つまでも熱いこの涙の色。母さん、母さんしっかりしてくれ。バツ、父さんを許してあげて。母さん、でもあいつがジャスティス学園なんか作ったせいでいろんな奴がひどい目に遭ってんじゃねえか。父さんが日本を支配するために学校を作ったのは確かよ。でもそれは弱い人たちを困らせるためじゃなかったの。父さんは権力を持った人に命令されるだけで、手段を選ばず人を陥れる自分たち忍者の立場に随分悩んでいたの。だから自分で日本を変えようとしたの。教育の力で忍者を必要としない社会にするためにね。だったらなぜ親父は母さんを追い出したんだ。なぜ俺たちがひどい目にあっても顔を出せなかったんだ。学校を作るということは、今までの裏の社会から表の社会に出るということ。だから一族や権力者から命を狙われるようになって、そしてあの人は私たち親子を守るために。でももう大丈夫ね。あなたも立派に育ってくれた。これからは父さんの力になってあげてね。わかったよ。絶対俺が日本を変えてやるぜ。おいバツ、その頭はどうしたの。この前のテストの点を見せたらよ、クソ親父にぶん殴られちまったぜ。まったく母さんはすっかり親父の味方になっちまったし。そんなことじゃ日本を変えるのは遠い先のことになりそうね。まったく。どうしたんだ日向、勝って帰ったってのに元気ねえな。だって私、クラスのみんなに腰抜けとか育児なしとかずいぶんひどいこと言っちゃったし。1、2、1、2。これは一体どうなっちゃったの。いや、日向さんじゃない。私たちもやっと戦うことができそうよ。どういうこと。あの時はあなたの呼びかけを無視してごめんなさい。私もみんなも君みたいに武道をやっているわけじゃないから怖がっていたのよ。でもやっぱり私たちもこの学校が好きだから、あれからクラスで相談して学校のために自分たちで戦う訓練を始めたの。でもまだまだ足手まといかもしれない。今は全身が筋肉痛なんだから。ごめんなさい。兄さん、その声は京介か。なぜ厳しい修行を積んだ私がお前に負けたのだ。お前は一体どんな修行をしたのだ。僕自身は何も変わってない。何をやっても兄さんに勝てなかったあの頃のままさ。ただ僕は気づいたんだ。信じ合う心があればどんな困難にも打ち勝つことができることにね。信じ合う心。何か遠い昔に忘れてきたような気がする。兄さん、大丈夫。今からでも遅くはないよ。そうだな。私もお前たちのように。そうだよ、必ずできるさ。
これからは一人じゃないんだから。ロイ、どうしたの？やっとアメリカに帰れるってのに浮かない顔してさ。あ、いや、なんでもないよ。わかってるわよ、ロイ。バツたちと別れたくないんでしょ。不思議なものだ。少し前まではあんなに嫌っていた国なのにな。今ならまだ間に合うわよ。飛行機キャンセルする？いや、アメリカに帰るさ。僕は僕のやり方で彼らの力になるつもりだ。 What? それってどんな方法なの？ティファニー、それはまだ内緒だよ。バカ。政治家になるんだかなんだか知らないけど、自分だけハーバード大学に行くことないじゃない。このまま離れ離れになっちゃうのかな。あ、そうだ、グッドなアイディア思いつきました。会長、ご気分でも悪いのですか？いや、何、娘は帰ってきたのはいいのだが、今度はボディーガードになると言い出しおってな。ちっとも家にもおらんのだよ。まあ、でも会長はいつまでも娘が甘えん坊で困るといつもおっしゃっていたじゃありませんか。まあそうなんだが、離れたら離れたで寂しいもんでな。社長の方が甘えん坊ですね。ロイ、待っててね。これからはミーが一生守ってあげるからね。場所さえ手探り。わっ！アメリカに帰らないって？そうなんだ、ティファニー。私は今まで日本は宗教の教えを守らない利己的な国だと思い込んでいた。確かに悪い人たちはいる。でも気持ちのいい人たちもたくさんいるのは君たちにも分かったはずだ。だから私は宣教師となってこの国に残る。そして両国民がお互いに理解を深めるための助けになろうと思う。分かった。君がいなくなるのは寂しいが、お互い頑張ろうぜ。ファイト、ボーマン。おい、まだやるのかよ。当たり前だろ。ただで英語を教えてやってるんだから、これぐらいのことはやってもらわないとな。さあ、もっと大きな声で。愛の募金運動にご協力お願いします。ワンスモア、愛の募金運動にご協力お願いします。愛へ手探りの木。俺たちエイジさんの活躍を聞いてすっげえかっちょいいって思ったっすよ。まあな、俺の手にかかりゃどんなやつでもイチコロだぜ。ところで、隣の高校のやつらまた出しゃばってきてるんすけど、一丁締めに行きましょうや。当たり前じゃん。いや、やめとく。俺はこれからはつまらん喧嘩はしねえって決めたのさ。行かないんすか？ヘッジさん、まさか守りに入ったんじゃ。エッジさん、変な無理はよしましょうや。女の子のファンが減りますぜ。そうまで言うなら言ってやろうじゃんか。やった、それでも
こそエッチなんすよ。ただしもう前みたいな卑怯な真似はしねえ。これからは男らしく正面から言ってやるぜ。ロボのね、すまないアキラ、女のお前のお前にこんな危ないことをさせてしまうなんて。は？生きていたのね。女のお前？今まで嘘ついててごめんなさい。実は私は総番長の弟じゃなくて妹だったの。なんだと？よくもわしらを騙したの。な、何するの？お主が女だろうが男だろうがわしらには関係ないんじゃ。とにかく俺たちは生死をくぐり抜けた仲だろ。今さら他人なんて虫が良すぎるぜ。え？よろしく頼むぜ、相棒。相棒なんてやだ。私は普通の高校生に戻りたいのに。ちょっと下ろしてよ、ガンのバカ。お願いだから。孫文の起こしたからがい革命は。おい、ガン。おお、エッチか。なんだお前、授業中も寝てばっかりのやつがいきなり勉強なんか始めてよ。いや、アキラが尊敬されようと思ったら人並みに勉強もできなきゃダメだと言うんでの、ちょっと頑張ってみる気になったんじゃ。おうおう、殊勝な心がけで、ま、いつまで続くかね。その後日本により満州国が建てられ、なんとか。こんなめんどくさいことやってられるかい。何やってんのよ、もう。教科書だってただじゃないのよ。尊敬されるってのは辛いの。誰も行けない。悪いやつはやっつけたし、うちの部員も全員退院したし、いやー、よかったよかった。それに翔馬もちょっとかっこよかったかななんて思ったりして。先輩、お久しぶりです。お体大丈夫でしたか？ああ、大丈夫だよ、ありがとう。でも、先輩の活躍見てみたかったな。とっても素敵だったんでしょうね。いや、そんなことないと思うけど。おう、夏じゃねえか。学校の前でナンパしてんじゃねえぞ。あのバカ、人がちょっとは見直してやったというのに。こら、勝負待て。もう今日という今日は許さないからね。変だ、お前足遅くなったんじゃねえのか。これじゃ当分進展しそうにねえな。ま、ああやってんのがあいつらにはお似合いかもな。地図がある矛盾のま。あいっ、くそ。ロベルト、どうしたの？どうやらちょっと手をやっちまったみたいだ。お、こりゃちょっとどころじゃねえぞ。すぐに病院だ。
母さん、すまない。もう J リーグのゴールキーパーになるのは無理みたいだよ。バカね、私は別に金持ちになんてならなくていいのよ。あなたさえ元気でいてくれたら。母さん。三浦さん、こんにちは。今日はご自宅におられないから帰ろうと思っていたんですよ。木村さん、申し訳ありません。僕の不注意で怪我してしまい、ゴールキーパーができなくなりました。だから入団は無理です。何言ってるんだ。今日僕は君をフォワードとしてスカウトに来たんだよ。え？君のキック力と瞬発力はフォワードに最適だ。卒業後はうちに来てガンガン点を取ってほしい。本当ですか？ありがとうございます。入ったー。おいおい、気をつけてくれよ。スローインもできなくなったら困るよ。マミマニ、サビてゆくとき。兄貴ごめんよ。オイラが定額にならなければ兄貴を守れたのに。兄貴の夢を壊したのはオイラだ。気にするな。医者も時間はかかるが腕は元通りになると言ってくれたからな。本当なのかい兄貴。ああ、だけど卒業してすぐにプロになるのは間に合わないから、大学からプロを目指すことにするよ。そしたらお前の方がプロでは先輩になるな。冗談はやめてくれよ。こんなチビの万年補欠がプロなんかになれるわけねえよ。お前、この1年で身長が随分高くなっているのに気がついていないのか。お前は野球の力も身長もまだまだ伸びるさ。そうだな、そのお前の彼女よりも背が高くなるぞ。彼女って、そんなのと違うよ。あんた、やだのっておかしくなったんじゃねえか。おいおい、そんなに顔に出ているようじゃピッチャーに狙い球を知られてしまうぜ。ああ、まずあの短期から直さないとプロ野球どころじゃないな。俺は変えてみせるさ。今回は随分生徒たちに教えられました。ええ、本当に。実は私は島津流空手の跡取りだったのです。まあ、そうだったんですか。お恥ずかしい話、父が亡くなってから親族の間で醜い跡目争いが起こりましてね、私は嫌気がさして逃げてしまったんです。私はいつの間にか武道の基本である勇気を忘れていたんですね。こんな男が洗脳されたのは当たり前です。だから私も彼らのように思い切って勇気を出そうと思います。先生。はい。あのですね、私はずっと前から言おうと思っていたのですが。はい。ですね、私とですね、いつまでも熱いこの。教授、お久しぶりです。京子くんか、やっと病院に戻ってくる気になったか。君のような優秀な医者がいなくなって私も困っていたんだよ。大丈夫だよ、私のそばにさえすればもう二度と君が職を失うことはない。教授、これを差し上げます。ん？なんだね、これは。あなたが行っていた医薬品メーカーとの癒着について書かれている週刊誌です。私が実名で告発しました。貴様
様、なんということを。二度と医学界に戻れなくしてやるぞ。結構です。私の使命はあなたたちのような腐った人間にならないような人を育てることだと思っていますので。ごめんなさい。え、なぜ謝るんですか？私、思わず教授に啖呵切っちゃったけど、島津先生に迷惑がかかってしまいそうだから。任せてください。どんな奴が来ても空手九段の私が追っ払ってやりますよ。嬉しい。ありがとう。涙の意味を忘れない。大丈夫かよ、お親父。わしの生徒たちはどうなったのだ？心配すんなよ。無事洗脳が解けてみんな普通の生活に戻ってるぜ。そうか。わしは日本を変えるために学園を作ったが、教え子たちが立派な人間に育っていくにつれ、そんなことはどうでもよくなったのだ。しかし立派に育ったと思った教え子が簡単に洗脳されてしまうような頭でっかちの役立たず集団だったとはな。そんなことないと思うぜ。こないだちょっと学園の教科書を見てみたらよ、俺には全然わかんねえ。あれがわかるんだから俺よりは世の中の役に立つんじゃねえのか？そうだな。わしとしたことがつい弱気になってしまったわい。よし。母さん、わしは今日で退院するぞ。明日からビシビシ生徒たちの心を鍛えねばな。それにバツ、学園の教科書ごときがわからんようでは話にならんぞ。お前は勉強の鍛え直しだ。そうはいくか。それ無駄にしないように。父上、日本征服計画の達成はもはや時間の問題になりました。私に逆らうすべての敵は葬り去り、あとは生徒たちにクーデターの命令を下すだけです。しかし彼らは本当に私のために働いてくれるでしょうか？彼らの目を見ていると何かが違うという気がしてならないのです。あの信じ合う心とやらを持つ恐れを知らぬ者たちの目とは。恭介、なぜお前はそんな目をしているのだ？何がお前を変えさせたというのだ？いや、違う。昔は二人ともそういう目をしていた。またあの頭痛が。父上、父上、どうすればよいのでしょう？私の中にいるもう一人の私が身を切られるような暗く冷たい檻の中で苦しみもがいて叫んでいるのです。これがあの愚民たちが言う孤独というものなのでしょうか？なぜ恭介よ、私に歯向かったのだ？私はお前さえそばにいてくれればそれでよかったのだ。恭介、終わったな。これでもう全国の高校が襲われることもないだろう。俺の右目の傷の痛みもこれで少しは和らいでくれるだろう。何？
兄さんが帰らなくなってから1週間、一体どこに兄さんは行ったの？きっとこの兄さんの通う下道高校で何かがあったに違いないわ。この兄さんにもらったヘルメットをかぶって兄さんの弟だって言えばきっと力になってくれるはず。待ってて、兄さん。しまった。ちょいと手助けのつもりが最後までやっちまった。最後までやっちゃ教育者としては失格なんだよな。熱中すると盲信してしまうのは俺の悪い癖だな。ちょいっと。これでよし。いやー、それにしてもあの先生いい女だったよな。覚悟しろよ。手加減はしねえからな。行くぜ。オッケー。しくじるな。全開解体。もう心配ないんだよね。どの学校も二度と襲われたりしないんだよね。あれ、どうしたんだろう、私。なんか、体がガクガクだ。いつものストリートファイトをした後と全然違う。どうして？私は、ただ大切な学校を守ろうと必死で戦っただけなのに。きっとこれが本当の戦いなんだね。あの人もきっと大切な何かのために戦ってるんだろうな。私は何のためにストリートファイトをするんだろう。ま、いっか。そんなことは戦ってから考えよっと。Berserker Barrage!